東パキスタンは、現在のバングラデシュ人民共和国の領土に1955年から1971年まで存在し、パキスタンに属していた地域。インド及びビルマとの国境とベンガル湾への海岸線に囲まれていた。東パキスタンは、ムハンマド・アリ・ボグラ首相のワンユニット計画によって、東ベンガル州から解明された。 パキスタン憲法により、イギリス、俗領及び、海外領土の立憲君主制から、イスラム共和制に改められた。ベンガル州の政治家 H.S. シュロワーディは、1956年から1957年の間、パキスタン首相を務めた。ベンガル州の官僚であるイスカンダル・ミールザーが、最初のパキスタンの大統領となった。 1958年のパキスタンのクーデターにより、アユブ・カーン将軍が、イスカンダル・ミールザーに代わって、大統領となって、権力を握り、民主化運動の指導者に対する弾圧を開始した。カーンは、普通選挙権を廃止するパキスタン憲法を制定した。1966年までに、ムジブル・ラフマンが、優れた、パキスタンの野党指導者として台頭し、 実と民主主義のためにシックスポイント運動を開始した。1969年放棄の影響もあり、アユブ・カーン政権が崩壊すると、ヤヤ・カーン将軍が大統領職を奪取し、戒厳令を敷いた。1970年のボーラサイクロンは大規模な自然災害であった。1970年、ヤヤ・カーンはパキスタン発の連邦総選挙を実施し、 アワミ連盟が最大政党となり、パキスタン人民党が第二政党となった。軍事政権は選挙結果を受け入れず、市民の不服従、バングラデシュ大虐殺へと至り、インドの支援を得たバングラデシュ独立戦争により、東パキスタンはパキスタンから分離独立した。東パキスタン衆議会が立法機関であった。東パキスタンの戦略的重要性のために、 パキスタンは東南アジア条約機構のメンバーであった。東パキスタンの経済は1960年から1965年の間に平均で2.6%成長した。パキスタンの輸出の大部分は東パキスタンからであったのにもかかわらず、連邦政府は西パキスタンに資金と外国からの援助の多くを投入した。一方でアユブカーン大統領は 東パキスタンで、著しい工業化を達成した。キャップタイダムが、1965年に建設された。イースタンリファイナリー社が、チッタゴンに設立された。ダッカは、パキスタンの第二首都と宣伝され、国会議事堂の建設が計画された。政府は、アメリカの建築家ルイス・アイカーンを雇い、ダッカの国会議事堂を設計させた。ありがとうございます。